当社のですね、サイトの特徴を簡単に申し上げますと、買うときも売るときも使えるサイトということで、過去のですね、ショッピングとかオークションで取引された値段を出していますと。で、もちろん今の値段も出していると。今、ユーザーも増えてますし、非常に革新も深めてるんですけども、その以前ってやっぱり物を買ったら捨てるっていう文化が結構日本でもあって、大量生産、大量消費というところなんですけども、一方でその不動産とか振る舞って捨てなきゃいけないじゃないですか。5000万で買った物件を捨てるかっていうと、そんなことなくて、やっぱりみんな住んだり、賃貸貸した後は、例えば4500万で売ったりとか、場合によっては6000万で売れたというふうに、車とか不動産っていうのは、きちんと買うときに、次に売ったらいくらだろうっていうのを認識しながら買うわけなんですね。で、今やっぱそれがですね、一般消費財までどんどん広がってると思っていて、例えば自分がビデオカメラとか買うときでも、これって1年後に売ったら、大体これぐらいになるから、そうすると、1年間使ったらですね、大体、3万円ぐらいの損だなと。で、そういうふうにですね、どんどんやっぱり消費者の、側が賢くなってきてですね、なんかこう、消費というよりもなんかレンタルするような感覚で、いろんなものを売ったり買ったりするということがですね、まさにこのインターネットの、ショッピングとかオークションがですね、出てきて可能になったというふうになったわけなんですよ。そうするとやっぱり我々の存在価値が非常に高まってきていて、売り値を調べてから買うっていうのもできますし、逆に今自分が持っているものを、売り値を調べてですね、その適切な範囲で売っていくといった、そのいろんな使い方があるんですけれども、当社のお客様もですね、もちろんその、消費者の方もいらっしゃいますし、今度はその売り手の方ですね、不用品を売る方もいらっしゃいますし、あともっと進んで、我々スモールビーと呼んでるんですけれども、その事業者というかですね、セミプロみたいなユーザーもいらっしゃいますし、あと最後はですね、法人の方、例えば量販店の方とか、大手の、そのリサイクルショップさんの方もいらっしゃると、こう4ついるわけなんですよね。当社としてはですね、その買い手の方からは当然ながらお金を取れませんので、無料で提供してまして、収益としては広告収益とかアフィリエイト収益になってますと。その初心者の売り手の方も基本的には無料で使えますと。ところがですね、その売り手の方でもだんだん多くファンをたくさん見てきて、いろんな商品を売ってくるとですね、もっと昔のデータを見たいとか、もっとですね、その売るノウハウを知りたいとかですね、便利なツールを使いたいというふうにですね、こうニーズが上がってくるんですね。そうなった場合には当社はですね、これ以上多くファンを使う場合は、500円プランとかいろいろあるので、課金メニューに入った方が得ですよと。情報力とかですね、利便性で明らかに差がつきますよという形で、課金プランをお勧めしていて、こちらがですね、当社としては全体の 60% の収益になっていると。なので、どうやって儲けてるんですかと言われるんですけども、実はですね、課金サイトであるというのが当社の特徴ですかね。今多いのは本当に企業の方がですね、いろんな雑誌とか、ウェブ経由で見つけて、当社のサイトをお使いいただいて、そのうちですね、当社のデータに興味を持っていて、うちに役立つデータをですね、提供してくれないかとか、自分たちが持っているそのポスデータと、うちが持っているそのインターネットのデータをですね、組み合わせて、なんかこう、もう一つの画面で比較できるような、そういったツールを作ってくれないかとかですね、結構もう、企業の方からアプローチいただくケースがほとんどですね。量販店で調べて、実際 Amazon で買ってるとかですね、そのやっぱりネットとリアルの境目がなくなってくると、値段も結構似てきてるので、本当に今、なんかこう、リアル対ネットの価格勝負みたいな感じになってきたわけなんですよ。そうすると、大手の企業もですね、インターネットの値段が非常に気になるんですね。ただ自分たちが非常にインターネットの値段も高くつけてしまっていると、みんなその買わなくて、実際そのネットで買ってしまうと。なので、かなりそのインターネットの値段をマーケティングしたいというニーズが高まってきているので、当社もここ数年で非常にですね、データのニーズが上がってきたという、なんか時代の背景もあるのかなというのを思っています。